皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。まず申し上げなくてはいけないことは、このシリーズ今までは合成音声で動画を作って皆さんにお届けしてきましたけれども、今回は私の肉声をベースにしながら、それに若干のボイスチェンジを施して動画を作成して、それを皆さんにお届けいたします。新たな音声システムを試す一番の理由は、合成音声よりも肉声の方が聞きやすいという声があったからです。その他に動画作成上のコストパフォーマンスや効率性の改善という問題もあります。ただ肝心の聞きやすさという点ではどうでしょうか。よろしければご意見感想をお寄せいただければ幸いです。さて今回はミツバチヘギ板ダニ対策の続編をお伝えします。ミツバチヘギ板ダニについては一月半前の動画で特集を組み、また3週間前の動画でも少し触れています。今回はそれらの続編になるわけです。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。季節は9月下旬です。山の木々では若干ではありますが、すでに紅葉が始まっています。草原では友禅菊が満開の時を迎えています。他方では夏の主役であった黄斑豪草でめっきり枯れ花が増えてきました。撮影を行った2日間の日中の天気は晴れ、または曇り。気温は、最低気温は11度から12度にまで下がりましたが、最高気温は2日とも24度もありました。この地方の平年の9月下旬の日最高気温は20度ですから、まあそれよりは4度ほど暖かくなっています。秋の陽気に誘われて、ご覧のように友禅菊の花を盛んに訪れている虫たちがいます。実はこれはミツバチの巣箱からわずか10メートルほどしか離れていない草むらの映像です。ですからこの辺りの花を訪れている虫たちは例年ですとミツバチが中心になります。がしかし、今年は少しばかり状況が違うようです。そこで、もっと花に近づいて、よく見てみることにしましょう。友禅菊にやってきているのは、ミツバチではありませんでした。ナミハナアブという花アブの一種でした。花アブの成虫も、花の蜜や花粉を食べて生活しているようなので、ミツバチと食べ物では競合しています。例年ですと、この辺はミツバチのテリトリーなので、あまり花アブは近寄れないのですが、今年はミツバチの数が少ないので、この辺りにまで花アブが進出してきているのだと思います。それほどまでに今年のダニの被害が深刻なんだということです。そこで次に、果たしてミツバチはちゃんと蜜を集めることができているのかどうかということが心配になってくるわけです。こういう心配を抱えながら内見を行うことになります。ご覧のように私たちの心配をよそに、これらの群では割と順調に蜜が集まっているようです。上の方の蜜棒には蓋がついていて、蓄えられている蜜がすでに熟成していることを示しています。また、それよりも下には黒光りしている蜜が見えて、蜜集めが現在進行中であるということも示しています。もっとも、この養蜂場では、例年よりも1ヶ月も早く、つまり、8月の頭から今年は蜜を絞っていません。これはダニ対策として行っていることです。ミツバチのストレスをなるべく減らそうという配慮から今年の蜜絞りは例年よりも1ヶ月早めに切り上げています。ミツバチの
蜜集めが割と順調に行われているように見えるというのは、この点を踏まえた上で評価しなくてはいけないことです。そうしないと、ミツバチの蜜集めを過大評価してしまうことになります。この辺は花粉棒です。花粉もよく集まっています。次は、果たして女王蜂がいるのかどうか、女王蜂は健在なのかどうかを見ます。10秒前からの映像で示しておりますように、これらの女王蜂は元気そうに見えます。女王蜂は背中に赤インキでマーキングしてあります。ただ、養蜂場でダニが増えてからは、何頭かの女王蜂は巣箱の外に逃げていってしまいました。女王蜂が逃げ出したコロニーは、代わりの女王蜂を立てる手立てをいろいろと尽くしましたけれども、結局は崩壊してしまいました。ですから、今映像に映っているのは、巣によく踏みとどまった、つわものの女王蜂たちです。次に、彼女たちが順調に産卵しているかどうかを見てみます。まず、この辺には、幼虫である、うがい蜂児がいっぱいあります。そしてこの辺には、主にさなぎである、有害蜂児がいっぱいあります。蜂児がいっぱいあるということは、女王蜂による産卵が順調に行われているということを示しています。一般に、蜜蜂ヘギイタダニに侵された群では、有害蜂児と無害蜂児とがモザイク状に存在しているという状況が見られます。しかし、今回の内見では、有害蜂児は有害蜂児で固まっており、また、無害蜂児は無害蜂児で固まっており、したがって両者が入り混じっているという状況ではありませんでした。画面に映っている白い短冊状の打肉除剤を8月上旬から巣箱の中に入れている効果が現れているわけです。オスバチの巣房は、ツバチヘギイタダニの温床になります。おそらくそのためでしょう。まだ9月だというのに、今年は巣の中でオスバチの姿を見かけることはありません。ただ、働きバチの再生産という点でも、過大評価は禁物です。朝6時頃、養蜂場に行ってみたら、働きバチたちが巣門の外にこういうものを運び出していました。これらは無事に羽化することができなかった個体と思われます。無事に羽化できなかった理由は、巣房の中でダニに体液を吸われてしまったということだけではないでしょうけれども、この個体などは羽が縮れてしまっていて、ダニによるバロア病特有の症状を示しています。巣の外に運び出されたミツバチの死体は、アリなどの他の生き物の餌になるわけですけれども、この日に見かけたちょっと変わったお客様としては、ご覧のセアカオサムシがいました。養蜂場には昨年、エゾマイマイカブリが訪ねてきました。ですから、このセアカオサムシは、養蜂場で発見された2種類目のオサムシということになります。さて、ここ2ヶ月近くにわたるミツバチヘギイタダニとの戦いでは、確かに前進している面があった一方で、まだまだ油断できない面があり、両面性がありました。ただ、こうやって巣門を出入りしているミツバチの勢いが盛り返しているのを見ると、養蜂場もなんとか持ちこたえて、来年につなげることができるのではないかという希望が感じられます。差し当たっての目標は、
越冬が始まる11月下旬までに、それぞれの群で、蜂と蜜がぴっしりとついた吹田を5、6枚確保するということです。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いするときまで。ごきげんよう、さようなら。